皆さんこんにちは、ケンです。本日はこのカスタムしたハイエースを妻に初お披露目になります。で、妻にはトイファクトリーのアンバサダーになることを伝えております。で、打ち合わせとか動画企画とか今後の撮影スケジュールとかそういったものは全て今私が管理してますので、実際にどんなハイエースになったのかっていうのを知らない状態なんですね。ですので今日は妻を呼んでファーストインプレッションの動画を撮っていきたいと思います。ドッキリではないんですけども、これを見るのは初めてになります。傘閉じていいよ。挨拶してくれたまえ。海です。ついにね、ハイエースが進化しました。もうやばいです。進化してる。オーラがすごい。オーラが、ある。オーラは伝わってる今後ろ。ちなみにね、費用、約120万円です。で、1台買えるやん。1台車買えちゃうレベル、で、私のハイエースにつけてるこの箱箱のオプション、もうほぼほぼフルでつけてまして、箱箱の中でも最上位グレード、最上位グレードって言い方おかしいんですけど、箱箱はそのユーザーによって、例えばそんなに収納必要ないよっていう人であれば、40万円レベルのやつもあったりとか。あ、でも40万円ない、それだけじゃなくて、例えば床とかライトとか、あとモバイルバッテリー固定する金具とか、あとベッドキット、テーブル2段の箱箱、なのでそれぐらいかかってます。どこまで自分でやるか、もちろんそのベースとなる車に直接取り付けるそのサイドのベースプレートっていうのは、ディーラーさんでやっていただく必要が絶対にあります。それ以外のライトとか床とか箱の組み付けっていうのは自分でやっていけば少しでも費用抑えれるので、ざっくりそれぐらいっていうふうにメーカーさんに聞いております。楽しみでしょ。もう期待値上がったでしょ。ちなみに前情報全く入れてない、箱に関して。そうだね、から全くどういうものなのかもいまいち分かってない。私もことい箱取り付けてもらってから、最後に営業さんに夕方に説明受けただけなんですよ。で、何も触ってないんですよ。だから私自身も今からマミに教える形ですし、まだ車中泊も何も整理整頓もしてないから、もうその組み付けた状態のままなんで、私としてもまだ新鮮な状態です。あんまじゃあ細部まで見てない、ね、見てない見てません。見ていきましょう、どうぞ。え、どうしたらいい。振り向いていいですよ。いいですか。はい、いきます。はい。おお。え、なんか、え、なに。とりあえず綺麗でおしゃれ。おしゃれ。スタイリッシュで、今これがベッドキットつけてる状態になりまして、まずセカンドシートから後ろしかつけてないので、我々子供いるんですけど、チャイルドシートも乗せれるし、普通に乗車定員がこれ6人乗れます。で、それの上でこの荷室の部分をこういう風に収納スペースプラス車中泊スペースっていう風になってます。なんかもうおしゃれなオフィスって感じですね。そうなんですよ。で、使い方いろいろで、この最上位の構成だといろいろできるんで、それを今からやっていきたいと思います。で、まずね、箱を見せる前に、ベッドキットのこの完成した状態、ベッドキットから見てほしいんですけど、結構見てください。これ分厚いんですよ。これベッドなんや。ベッド。あ、頑丈やね。頑丈で柔らかいから、で、しかもその隙間がないっていうね。この革？革だね、多分ね。すごい高級感がある。ベッドキット結構いい感じでしょ。で、このライトを見てほしいんだけど。あ、ほんまライトも。ライトね、4つつけてもらったの。自分でもここでほら、ここ LED にしたりとかしてるんだけど、これは残してもらって、ダウンライトって言ってこのライトつけてもらってます。で、ライトはってことはこの壁、はい、これ外して1回、天井も変わってるってこと、ね、天井変わってないです。既存のやつに穴開け加工して配線通してやってます。そういうことか。で、選べまして、これを普通に車についてるバッテリーから給電するか、ポータブル電源から給電するかっていうので、選択肢があったんですけど、私は、ポータブル電源から給電のパターンにしてもらいました。なんで？例えば今そのソーラーパネルとかつけてるわけじゃないんで、ハイエースのバッテリー上がりとかが心配
例えばエンジン止めてる時にも電気つけたいから、ポータブル電源給電にしました。なるほどね。でこれがね、あのもちろんあの電源からボタンオンオフでつくこともできるんだけど、うんうん、なんとタッチパネルなんですね。一個だけつきたいとか。そう だからね、ここ2人で寝たりとかするときに、もう私眠いって時だけ反対側から壊すなあのこうやって消せばいいし、必要な部分だけつければいい。この真ん中があれなんか、ごめん、ここやと思ってた。そこじゃない、あのもうで、あのガラスの部分かな。うん、電源マークついてるわ、うん、すごい簡単。でさらにカスタムしてもらって、ここもやっぱ活かしたいので、私ここ LED に自分でしてるんですけど、うん、その普通のルームランプね、うん、なんとここにスイッチがあって、オンオフが遠隔でできるようになりました。おお、すごいすごい。でこれつけると、ここだけじゃなくてね、そうこれつけるとだいぶ明るいと思う。でたまたまなんだけど、もともとそのトイファクトリーのそのダウンライトが電球色って言って LED なんだけど、ちょっと温かみのある黄色、うん、で私ももともとこれをつけたんですよ。真っ白じゃなくて温かみのある黄色、うん、だからもう色がマッチしてる、うん、たまたま。なるほど。もうなんかだってもともとこんなんやったっけみたいな感じやもんでこれも外してね、つけてもらったんですよ。まずベッド寝てみてください。で今セカンドシート倒してるんですけど、ここ、うん、あの普通にもうほんとセカンドシートでこんだけ広々してるんで、うん、はい、こっからここ上がるの。あ、上がっていいよ。こうして、うん、あーもう完全に私のサイズのベッドやな。でも奥行きが多分185とかあるんだよ、うん、そうそう、だからゆっくり寝ても普通に余裕があるというか。あるよね、足もはみ出んし。横で寝れるんじゃない自分やったら。実はこう、こう、そう、こう結構窓のね、寝れるよ、窓のね、ここのね、あの出てる部分、外側に、うん、もうスペースあるから、多分足がね160ぐらいだったら多分横で寝れると思う。俺は寝れんけど。こういうこと、こっちに。そうそうそう、やろうと思えばあできるだよね。女性とか身長のによっては。私160センチぐらい、うんうん、約ちょっとね、窓の部分がね出てるから、その分足伸ばせるかなって感じ、まあ、基本はこっち向きかなって感じだけど、こっち向きで寝れた場合の方が人数増えれるのかな、うん、まあ人数増えますねな、うん、子供とかやったら全然、子供やったらまあ4人とか、うん、いけるな、いけるっちゃいけるかなって。でこれがベッドキット、品質はもう素晴らしい。じゃあ次はね、いよいよね、ベッドキット分解してみましょう。分解、この中にね自分が作ったやつもあるんだよ、箱箱、ああこれか、これ作りました。ピンポイントでこれね、ピンポイントでこれだと思う。まあちゃんとあの揃ってる感じする。簡単に箱箱っていうぐらいの名前なんで、ユニットがあって、うんうん、まずこの四角いベースユニットっていうのがいろいろあるんですけど、うん、これで1個ってことね。そう、これで1個で、これで1個、うん、これで1個、下用上用ってあります、うんうんうん、先ほど冒頭で言ったように、あの私のやつがもうマックスの C ってやつなんですけど、うん、ABC ってあるんですよ、もともとのセット販売が、うん、下だけでいいよっていうことであれば、下に下げて、うん、まあ、ベッドも下の方にあって、もっと荷室が広くなる、うん、で私の場合は自転車旅がしたいんで、うん、もっとその収納、ヘルメットとかシューズとか収納もしたいし、下に自転車入れたいっていうことで C、うん、ってなってます。でその箱をのうの選んで、次扉ですね、扉を選んだりとか、このサポート選んで、うん、まあそれだけの状態でもいいんですけど、ベッド取り付けたいっていうことで、このテーブル兼あのベッド受けっていうのもつけてます、うん、じゃあ早速中入ってください。なんかもう床もすごいよね、うん、で夫婦なんで左と右で一緒なんで、うん、分けよう俺が右とか、あ、もう全く一緒の作り、全く一緒のやつを今してます、うん、これが後々トイファクトリーさんと話してて、うん、シンクつけようと思って、ここをね丸々入れ替えてシャワーが出るように、そうするとシクロクロスとかグラベルとかマウンテンバイクのタイヤが洗える、ここで外で、うん、っていう風になカスタムを一回お見せしようと思う、うん、ですぐできるから、そのここ入れ替えるだけみたいな、うん、だから組み合わせ自由自在、うんうんうん、無限大っていうところです、うんうんうん、まずこれ扉タイプのオプションつけてますけど、うん、ここを押してもらうと、おー、あーなんかロッカールームみたい、ロッカールームみたいに、うん、
なぜこの仕組みかっていうと、車運転中に動いたら危ないじゃないですか、うん、一応積載物なんでしっかり固定してるんですけど、うん、なのでこういう風にロックがかかるように、こうすると動かないし、ここがあの出っ張りも何もないからすごく綺麗、うんうん、じゃあ次こっち同じように引き出したタイプ、すごい楽しいね、あ気持ちいい、うん、まあここももちろんその変えたかったらあのこういう風な、うん、こういう開くタイプにしてもいいけど、うん、今これはなんかその入れる何か入れるタイプ、うん、見えてる、すぐ見えてすぐ取り出せる、例えばヘルメットとかね、うん、そういうの入れたりするし、でこのホイールがあるんですけど、このホイールのとこ、うん、ここもスペースあって、例えばこの細長いんですよここ、うん、でここにサポートをつけることによって、うん、私ねあの三脚とか入れてるカメラの、あでここ細長いもんとかね、うん、ここも細長いから何かいろいろ入れれると思う、うんうん、で次 奥も一緒かな、うん、ここは一緒ってことね、お反対開きね、ここは一緒ね、うん、で右側だけこういう風なね、あこれがポータブル充電、これははい自前のやつでベルトで固定してるっていう、しっかりポータブル電源固定するための金具をつけた、ね、これもその箱々の箱々のオプション、へえすごいな、考えられてるな、そうそうそう、あここだけ若干左と違うね、ちょっと今俺も気づいたんだけど、うん、こっちは棚にしてるね、これはまあ一緒よね、うん、へえここ隙間狭いけど、そのここも収納になってるから靴とかいいかもしれへんね、うーんなるほど、ここに椅子置けば椅子、うんうんうん、こうやってパソコンができたりとか調理できたりとか、うん、ちょっと簡単ななんか、なんなら作れるかもしれない、なんでオフィスにできたりとか、うん、そういう風な使い方もこのね2段のやつだったらできる、で今これがよくあの一般家庭が買われるハイエースと同じような広さの標準ボディ、うん、あのハイエースってこういう高さがあるやつがあったり横が広かったりするんだけど、標準ボディでこのサイズ感です、なるほど、でもゆったりしてるよな、そうそうそう、なんでハイルーフのタイプとかだともっと立ちながらね作業できたりとか、うーんそういうこともできる、でこれがねベッド外せばね机にもなるっていう、なるなる、結構めっちゃ頑丈ね、うん、頑丈、すっごい頑丈、うん、とかできる、で窓も目の前にあるしね、うん、でねまあ将来的に私ここにね工具、水作業と窓を埋めてね一箇所、うーん有効ボードのやつが今作ったるってあのこの間の動画で出たと思うんですけど、それをもうちょっと戻そうかなとは思ってる、うん、でこの状態であればベッドキットを、まあ、下に置いてもいいし、あのマウンテンバイクとか、うんうん、ロードバイクとかを分解しなくても2台、まあ、3台はいけるかな、ロードバイクやったら、うーんノーマルハイエースに、こういう後付けでつけることができます、うん、まあ、それの売りの一つでもありますし、まあ、大体今キャンピングカーってハイエースベース結構多いんですけど、バンライフという形でもう完成しきってる状態で、うんうん、もう形が決まってる、うんうん、だけどその、まあ、最初に例えばそこまで行き届かなくて、うんうん、将来子供ができてそういう趣味したいなとか、うんうん、子供が手離れて趣味したいなっていう方にとって、うん、後からまあちょっとライトキャンピングカーといいますか、うん、まあ、シンクつけたら本格的キャンピングカーになってくるんですけど、うん、後からこういう風につけることができる、できてってことはやで、あの最初これやん、ベースでこれにしたけど、ああちょっと変えたいなと思ったら模様替えする感じで、部屋の模様替えみたいな感じでだんだん変えていけたり、そうできます、で、まあ、例えばその今言ったように2段なってるけどこれ1段にすれば、まあ、いわゆるベンチみたいになるし、うん、で今言ったようにシンクつけたりとか、うんうんうん、するといろいろできる、うん、なのでできた、もう決まってるキャンピングカーとは違って、うん、これから例えば、まあ、飽き性の方とかにもすごいいいと思うんだけど、うんうんうん、変えれるわけなんですよ、ケンさんさすぐ部屋の模様替えしたわけ、あ、まあ、そうだね、俺は飽き性かな、うん、だからなんか向いてそうそう、だから模様替えがあの気軽にできるし、うん、で一回このサイドのねベースプレートっていうやつとかはもうつけてもらう必要があるんですけど、そこさえつけちゃえば自分でレールを引っ掛けるだけなんですよ、こうやってパカークってレゴブロックみたいにあのブロックはめるみたいな感じだから、うん、外してつけるだけっていう感じなので、うんうん、自分でもできます、
なんで一回箱をつけちゃえば、うん、まあ、そんなにお金かけずにね、作業工賃はかからずに、うんうんうん、工具不要で、うん、まあ、このダイヤルみたいなのあるんですけど、そこを外してつけるだけなんで、うん、自由自在、自由自在。箱妻に初お披露目の動画でした、うん、はい、これからこれ使ってね、うん、まあ、自転車旅とか車中泊、うんうん、で、まあ、デイキャンプみたいなことをしていきたいと思います、うん、本日の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。